このあたりって鍛えてしまうと女性らしい二の腕からは遠ざかってしまいますよね。今日はね、この二の腕について、こうやって肘を曲げた時に振り袖みたいにフリフリとついてしまうこのお肉が、あるのとないのとではノースリーブを着た時の第一印象やパッと見の印象がすごく変わってきてしまいます。逆にこの握り拳ができる上側の筋肉、上腕二頭筋って言うんだけど、このあたりって鍛えてしまうと華奢で細い二の腕、女性らしい二の腕からは遠ざかってしまいますよね。そんなあなた、今日は必見です。そのエクササイズを今日はお伝えしていきたいと思います。少ししんどいけど本当に効率的に痩せたいあなたは、まだまだ諦めないで、間に合うから、ノースリーブを着たいあなたはぜひ一緒にやってみよう。肘が痛い方は肘の下にタオルを敷いて用意してね。なるべくお尻の位置はそのままで、脇の下をじゅわーっとマットの方へ近づけていこうとします。腰が反らないように注意していきましょう。これだけでも猫背巻き型、二の腕痩せ効果、小顔効果、そして姿勢改善、いろんな効果があるので、このストレッチを行うだけでも大丈夫です。左の手をまっすぐに伸ばし、右の肘を曲げて四つ這いで準備していきましょう。股関節のあたりから曲げていきます。伸ばしている方の脇を床へ近づけようとします。猫背巻き型改善効果、腕のねじりの疲れ改善効果、背筋を伸ばす効果、そして股関節からしっかりと使えるようになる効果があります。で、少しね難しいポーズなので、ペースはゆっくりでも大丈夫ですよ。無理をしないで行っていきましょう。今度反対側、右の手をまっすぐ伸ばし、左の肘を曲げて四つ這いで準備していきましょう。股関節から折り曲げて脇の下を床へ近づけようとします。この時にご自身の左右の差というのをしっかりと観察してみてください。肋骨のあたりとか使いすぎている部分とか固まりきっている方がとっても多いです。で、あまりにもね左右差があるよという方は、辛い硬いという方を多めに行っていただいても大丈夫です。無理をしないでご自身のペースに合わせて行ってください。四つ這いから片方の手だけ頭の後ろで組んで準備していきます。床の手をしっかりと押して、反対側の手をしっかりとねじっていきます。なるべく背骨を長く保って、頭の後ろで手を組んでいる方の脇の下をぐーっと開いていくようなイメージね。息を吸って戻して、吐いてねじっていきます。吸って吐いて、あと少し。反対側も同じように準備していきましょう。無理にたくさんねじるのではなくて、背骨を長く保って意識できるのであれば、両膝はそのまま動かさないで、骨盤も平行のままで、いけるところまで、ね、無理のない範囲でねじっていこうとします。呼吸を深く行うことで背骨がどんどんと伸びてきて、猫背解消になります。肘を曲げて脇を締めて、手のひらを上向きで準備していきます。なるべく二の腕が体から離れない程度まで、少しずつ半円を描くように後ろへ手を動かしていきましょう。猫背巻き型さんやデスクワークの多い方にはかなり効果があります。しっかりと胸前を開いていきましょう。動きはね、無理をせず小さな動きで大丈夫です。耳と肩の距離をしっかりと離していきます。両膝立ちで肘を曲げて準備していきましょう。
片方ずつ肩関節からゆっくりと後ろに回していきます。この時に背骨が丸くならないように注意してね。コキコキ鳴っても痛みがなければ続けていただいて大丈夫です。猫背巻き型、そしてパソコン作業が多いという方は基本的には腕は内巻きになっているので、こうやって外回しを行うだけでもかなり効果があります。両手を万歳して握り拳を作って準備していきます。なるべく肩から肘は動かさないで、肘を後ろ側にこうやってトン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 とリズミカルに動かしていきましょう。腰が反ってこないように注意してね。意識ができるのであれば両方の膝を均等に体重を乗せてみましょう。結構しんどいね。あと少し、あと5秒、頑張って。私もしんどい。肩と肘の高さは平行にして、耳から離して準備していきましょう。肘の高さを変えないように肘から下だけを上下させていきます。ポイントは首を長く保って、首や肩の力はリラックスさせた状態で、二の腕を燃やしていきたいので二の腕に意識して、指先はだらーんと力を抜いていきましょう。腰が反らないようにお腹とお尻にキュッと力を入れて、あと4秒、頑張って。膝立ちで肘を伸ばして手を後ろで準備していきましょう。体の後ろで手をタッチタッチタッチ、これだけです。ポイントは肩がだんだん力んでしまって、耳と肩が近寄ってこないようにしていきます。肘が曲がらないようにしていきます。そうすることによって肩周りもすっきりして、肩甲骨周りもすっきりして、二の腕が細くなってきます。あと少し、頑張って。膝立ちで両手を万歳して、肘をしっかりと伸ばして準備していきましょう。大きく腕を動かしていきます。白鳥になったように大きく、呼吸に合わせて耳を二の腕に近づけていくようなイメージです。肘がね、曲がらないこと、骨盤が平行というのがポイントです。LINE のお友達限定で無料プレゼントがあります。運動を習慣化するためのカレンダーと、これさえやれば OK、 1週間のエクササイズメニューです。概要欄からお友達登録お待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。